でですね、続いて本日発売ガガガ文庫。はい、このコーナーでは本日発売となったガガガ文庫の新刊を一挙にお知らせしちゃいます。要チェックです。では早速参りましょう。1作品目はこちら、じゃん、クズと天使のセカンドライフ5、著天心向井、イラスト宇上、元カノ極悪スポンサー、かつてない試練。ついに始まった新番組青葉ラジオだが、新人 AD として加入した滝上由香はやる気が空回りしてミスを連発。ディレクターの木佐貫凛はイライラを募らせる。由香に対して何かとフォローを入れてやる東也だったが、凛はそんな彼にもイライラ。実は由香は東也の1周目の人生での元カノだったのだ。だが彼らにとっての真の脅威は別のところにあった。番組のスポンサーであるおもちゃメーカーから派遣されてきた男、久部藤十郎。彼はスポンサーの立場を利用してとんでもないことを言い始める。風雲急を告げるシリーズ第5巻、定価本体593円プラス税。はい、続きまして2作品目はこちら、じゃん、月とライカとノスペラトゥー5、著牧野圭介、イラストカレイ、他がために月を目指すのか。共和国の宇宙開発が停滞し、上層部の人命軽視と隠蔽体質が現場に重くのしかかる。一方、連合王国は資金力と組織力を武器に目覚ましい成果を上げ続けていた。そんな中、レフの同期であるミハイルとローザが結婚するという知らせが飛び込む。しかしそれは政府によって仕組まれた強制結婚。憤るレフとイリナだが、その先に史上初の悲劇が待ち受けていて、これは世界が東西に二分され、月を目指し争っていた時代の物語。その表と裏の歴史に宇宙に焦がれた人と吸血鬼がいた。空と青春の物語、新章月面着陸計画編始動、定価本体630円プラス税。続きまして3作品目はこちら、じゃん、春唐辛子3、著天音龍一、イラスト白味噌、わがままばかり言ってごめんなテスタ。生徒を絶って以降、なぜだか一人物思いにふけることが多くなった春。テスタが春の様子を気にかける中、一行は母屋の下敷きになっていた一人の女性型アンドロイドを救う。ローゼと名乗るその AI は、はるかアフリカより思いを寄せる人間に会うため一人中国までやってきたというのだが、ローゼの思い人に隠された秘密、アニラの恩返しと初めてのお使い作戦、ほうき図のある白髪の少女との開口、そして旅の果てに待ち受けていた逃れられない必然に、テスタとハルは自分たちが信じた答えを見失っていく。定価本体667円プラス税。続きまして4作品目はこちら、じゃん、虫めずる姫宮さん、著手代木翔太郎、イラストナグ、一寸の虫にも五分の魂、それは人も同じ。宮城県宮城郡浦上町、そこは虫の魂が漂う不思議な町。時に虫の魂は未熟な思春期の若者の魂に引き寄せられついてしまう。そんな時、老人たちは告げるのだ。山の上の姫宮さんのところに行きなさいと。身も心も小さい有吉羽田は、ある日突然身の丈に合わないおせっかいをしてしまうようになってしまう。それを祖母に相談すると、姫宮さんのところへ行くように勧められるのだった。だがそこにいたのは、昆虫のことが大好きなだけの引っ込み思案の女の子で、虫と人間、五分と五分の魂が巻き起こすちょっと不思議な青春物語。定価本体630円プラス税。